はい、どうもこんにちは、ジャオリンゴと言います。今日もね、ショートショートはロケットリーグやっていこうと思うんですが、うん、オッケー。ちょっとのこのゲーム、おーと何やいん、あ、突然始まってますけど、このゲームね、少しマッチングが、まあ、多少ね、時間をね、最初にかけてマッチングするようなタイプのゲームなので、うん、マッチングのね、したところから始まっております。で、基本的にはね、この、まあ、ルールによって違うんです。3-on-3 とかね、1-on-1 とかでもできるんですけどね、基本的にはね、このラジコンカーみたいなものをね、操作してやるサッカーゲームみたいな感じになります。というわけでね、ちょっとまたね、まだまだ慣れてないルーキーなんですが、頑張っていきたいところですね。はい。痛い、すっげえ。おっかないですね。おー、痛い。あれ、こっち合ってるよね。あ、うん、いいね。僕はあっちで、こっち合ってるはず。おー。まあ、基本操作はね、この普通に走らせて、ブーストがあって、あとジャンプができてっていう感じなので、まあ本当にシンプルですごい覚えられます。それゆえに、あ、ちょっとごめんなさいね。よし、しまおった。オッケー。そっか、ドリブルみたいな感じでうまくできると面白いな。ちょっとね、やっぱり活躍したいもんですね、やっぱりね。まあね、僕はそんなにね、申し訳ないです。まあ、このゲーム実況なんかで上げてるからあれなんですが、まあ筋トレはするんですけど、なかなかスポーツマンではないんですが、まあね、でもね、こうやって、みんなでね、あんまりね、その、正直言うと、がっちり上手いわけではない遊び的なね、サッカーをね、なんか体育の授業とか面白思い出して、なかなか楽しいですね。これね、全員がね、そんな上手くない、おっと、クラッシュした。うん、これね、全員がね、うまくね、このマシンを操作できない感じのもどかしい中でやるサッカーっていうのはね、なんかいいですね。あのカオス感はなかなか学生時代を思い出してなかなかね、楽しいんじゃないでしょうか。さあ、僕も行くぞ。きっとね、うまく操作できるようになってくるとめっちゃ楽しいんだろうな、これ。あ、やばい、入っちゃう。よし、オッケー、ナイス。あー、ダメだね、届かねえや。いや、ここはね、協力していきましょうか。いいカットだな、今の。よし。行くぞ、僕も。センターボール。おっと、いけない。落ちた。あ、うわー、綺麗に決まったね。やっぱりね、1回くらい決めてやりたいもんですね。ここはね、OK、壁走ってるね、本当にね。ここにいてもダメだな。ゴーゴー。ボールは、おっと、あ、いいとこ来たな。お、すごいな。ただ俺も負けてねえぞ。いけいけいけ。よし、行ったんじゃねえ。よっしゃー、決まった。やったぜ。これは燃えますね。うん。割と普通の走行するとドリブルみたいな感じになるかな。おー、爆発してるね。よし、この1分ですよ、この1分。このゲームでこの結構ね、1分は長いんで、ガンと決めたいですね。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。おっと、ナイスカット。残り1分ですね。ちょっとね、ギリギリでいつも負けちゃってるから勝ってみたいんだよな。あ、惜しいね。お、いいぞいいぞ。素晴らしい素晴らしい。ダメだね、エネルギーがない。よし、カットしたぞ。セーブした。あ、決まっちゃったー。うまいっすねー。ちょっとダメ押しの1点入りましたが、それをね、ちょっと操作覚えるも込めてね、も込めてね、ガンガンやっていきましょう。
と。入った、うわー入ったね、すごいな。この1分でさらに得点入ってきますね。おっとやられた。お、突っ込みたいね。いけるか。おっと失敗した。上にボール逃げましたね。ん？そうですね、喜びをみんな爆発させますね。コモンホイール、どんどんやっぱ試合をするといいんだな。うん、ちょっとトレーニングで、ちょっとチュートリアルごめんなさいね。はい、どうも。さっきの試合が終わってね、一回トレーニングをちょっとやってみて、操作を確認して、でいろんな他のルールも含めてね、ちょっとマッチングして、今回はね1対1のデュエルらしいですね。ちょっとこれは燃えますね。頑張ってみましょうか。おっと、何やってんだ2人とも。よし、ちょっと持ってくよ。お、ファースタッチ。結構デュエルはいいな。よし、行くぞー。何？オウンゴールになっちゃうんじゃないか。大丈夫か相手。これは燃えるね。おっと、もうしないな。お、あー、しまった。押される。わー、決まったね、相手。よし、どんどん行きましょうか。ちょっとね、まだまだ僕はルーキーなんですけど、勝負の試合にルーキーも何も関係ないんでね、頑張りましょうか。まあ、これ、レート戦とかもあるみたいですね。まあ、どんなゲームでもあるけどね。よいしょ。ドリブルだよな。うん。いいね、相手、妨害してくるんで。押し込みたいですね。そうですね、初めての人というか、まあ、割とね、怠慢にはなるけど、最初はね、デュエルもおすすめですね、これ。割と自分がどうやってこのゲームで動くのかを考えやすいというか、おっと難しいね、これは。これはどうすんだ。相手来てる。あ、来てるな、うわ、すご。よし、相手がいい感じ、よし。1巻もいい感じ、行こう行こう、決めよう決めよう。お、負けた、あーすごいね。負けねえぞ、いけいけいけ。おっと、うまいね。さすが。カットするぞ。このね、ボールを前に行けないもどかしさっていうのがなかなか楽しいですね。あーっと、惜しい。くそ。ちょっと戻してもらおうか。よし、いいぞ。決めろー。あー、くそ、惜しいな。今の良かったね。あ、デュエル面白いな。これはいいですよ。やっぱ自分しかいないんで、もう何でも自分でやんなきゃいけないからね。あー、惜しいな。ダメだ。うまく触れねえ。ブーストないな。この1点を守りきらしちゃうぞ。あ、クソ、決まる決まる。戻せ戻せ戻せ、オッケー。あ、しまった。戻れ戻れ。丁寧に決められる。やらせねえぞー。よし、ドリブルしていきましょうか。丁寧に丁寧に。ブーストして戻って決めたいが、丁寧に行こうか。よし、いいぞいいぞ、いけいけ。よっしゃー、決まった。おー、よし、こっからもう一回同点ですからね。
よーし、いきますよ。一回ボールは、おっと、そうだね。真正面に来るんで、この1分で決めたい。うおー、すごいな。競ってる、競ってる。オッケー、戻した。いい感じ。ドリブルして、戻す。あ、綺麗に決めてきたな。させねえぞ。お、すごい、頭で取った。いけ。お、いいぞ、いいぞ、いけ。いいぞ、いいぞ。これは素晴らしい。しゃあ、決まったー。あ、気持ちいいですね、これ。あ、いいですね。最初はちょっとね、僕、おっかないしかなと思ったんだけど、1-1のデュエルをお勧めします。自分がやっぱり活躍するというか、自分しかいないんで、こういう厚さはありますね。これはね、一回冷静になって、あ、しまった。これはまずいぞ。OK、いいんじゃない？うおー、危ないな。あ、やばない。くそ、ダメだ、ダメだ。やらせねえぞ。よし、いいぞ、いいぞ。これはいいんじゃない？ナイスプレイだと思う、今のは。あ、くそ、決まる、決まる。待って、待って。させねえぞ。よし、相手の、とりあえずね、ダメ押しでいきましょう。ブースト戻った。あ、くっそ、いい位置取ったな。決まった、くっそ。最後ですね、ここで取れるかどうか、取れるかどうか。天高く上がり。悪くない位置だな。決めろー、押し込め、くっそー。あ、マジで、ちょっと待って、入っちゃった、くっさー、悔しい。せめて同点。10秒だと10秒ある10秒ある持ってっけないか。飛んだな。ダメだね。おー、難しいですね。難しいけどなんか面白さ分かってきたよ。お、装備してみるか、こういうのもね。じゃあメインメニューに戻ります。はい、どうも。さっきのね、ちょっと悔しい試合でしたけど、またね、次はね、ダブルスの試合にしてみました。この動画ね、3本くらい動画出そうかなと思ってるんですけど、最初が 3-on-3 で、1-on-1 で、これがね、2-on-2 ってね、こんな感じで今日はね、ルールたくさんやってみたのかみたいな感じでやっていきますので、よろしくね。はい、じゃあね、2-on-2 ですね。まあ、自分のやっぱり影響力は、1-on-1 よりね、大きくはないけど、多少はあるので、ぼさっとはしてられないですね。オッケー。オッケーじゃねえな。今のはあんま良くねえな。カットしますか？カットできないな。あ、で、ちょっとね、車変わりました。まあ、いつもマリオじゃダメ、あれかなと思ったんで。うおー、早えな。ちょっとね、すごいシンプルなんですけど、上にね、お寿司が乗ってます。はい。いつかはね、お寿司が食べられますようにということで、よろしくお願いします。おっと。まあ僕、寿司食べるときやっぱね、卵から食べるんですよね。まあ誰かが決めたわけじゃないんだけどね。うわぁ、すっげえな。めっちゃ早いっすね。試合転換が、展開がすごい早い。ここはね、黙ってられないっすね。よし、ここは僕が取りに行こう。おっと、いけねえ。青チームすごいな。あ、的確。おお、うまいな。取れねえや。あっと、これはいけねえな。これはカットするべきだった。ちょっと圧倒的な試合展開になっちゃってますね。おっと、え、ちょっと待ってこれはダメだな。バカなことやっちゃった。さあ、めげずに行きましょうか。どっち来る、どっち来る。オッケー。
まず一回天高く飛ばし、追いかけようか。ドリフトして、おお、やべえな。追ってくよー。おお、相手いいところにボール持ってくな。強えな。うわ、すげえ。ここはね、ブーストで打っていきましょうか。ぶつかれ、くそ。ドリフト、おっと。うまいっすね、さすが。お、もう一人来てる。あー、ダメだ、行って。おぉ、ぶつかってきますね。よし、ゲイ。あ、いいとこ取った。これは決めたい。わあ、いい、いいガード。すげえ。すごいな。ブースト溜まったぞ。走れ。戻させねえぞ。よーし。高いな。よし、いけ。仕切り直して。オッケー、いいぞ。決めろ、決めろ。いけ、切ったー。よっしゃー、決まった。気持ちいいですね。もうね、とにかく上手くならないとダメだから、ガンガン行きましょうか。ちょっとね、初動は注意して、うん、ナイスカット。とにかくこのゲームは操作するのが楽しいんで、そんな勝ち負けは最初は気にしなくていいと思います。あ、これは、うわー、決めた、綺麗。そう、相手のね、動きとかもすごい参考になるから、やはりね、見て学ぶことが多いですね。よし、行くぞー。あち、カットナイス。キックオフですね。うまいなー。あれだよね。前転っていうか、あれみたいな感じだもんね。綺麗に持ってきますねー。うわー、すご。うわー、しまった。よし。おっと、すげえ。うわ、ちょっと待って。これはね、すごいね。これに決められてしまった。うめえなぁ。おぉ。あ、しまった。うわ、すごいいいとこ行くなぁ。すごいですね。すごいですね。サッカーで1対8なんてやっちゃダメな点数ですからね。おお、すげえ。ちょっとね、なんか点数が高校野球感出てきましたが、まあそれもいいでしょう。まだまだね、僕はルーキーなんでね。はい。何よりね、1点決めれたことが気持ちいいですね。なんかあんま試合結果僕ね、正直気にはしてるんだけど、とりあえずね、操作できれば楽しいなって。おし、オッケー。こういうのがね、楽しいですよ、ロケットリーグはね。相手うめえな。あ、甘いぜ。あー、くっそ悔しい。ここにね、決められたらかっこよかった。よーし、待て、やらせねえぞ。よし、戻したんじゃない。おっと、しまった。お、いいんじゃない？おっしゃー、決まった！うん、僕も死んでしまったけど。もうちょっとこのリプレイ見とこう。すごっ！面白いですね。こういうのがあるの楽しいですね。なんか僕、このゲームちょっと楽しさが分かってきたかもしれない。いや、いいですね。なんかゲームって最初ちょっとよくわかんないというか、あれこれ、なんか面白いのかっていうよりは、なんか、どこが面白いところなのかなっていうのをね、結構探る感じってあるんだけど、それがね、今一瞬わかったタイミングだと思うんで、超いいですね。よーし、いけいけ。決めるぞー。ドリブルだ。よいしょ。お、あ、今もかっこいいんじゃない？やっと惜しいね。どこ行った？
ボールカメラで追って。うまいな。やらせるか。くそー、欲しいな。そっか、ブーストはやっぱこまめに回復しといた方がいいんだな。あ、うわ、決めたか。すごいな。よし、めげずに行きますよ、ここは。おっと、すごい、あんな上まで行くんだ。勝者ブルーですね。うん、でもよかった、僕も2回シュート決めれたんでね。はい、よし。ではね、メインメニューに1回戻りますよ。なんかもらった、やった。こうやって爆発も増えていくわけですね、装備者を。 OK、 メインメニューに戻ります。はい、それじゃあね、ロケットリーグ今回2回目になって、まあ今回はね、いろんなルールの試合を見せれたから良かったかなと思っています。てな感じで、まあなかなかね、まあ前回の動画含め僕まだ勝ってないんですけど、このね、勝つまでの過程というか操作ができるようになってくる瞬間がね、このゲーム面白いところだと僕思いましたので、うん、ぜひね、やってみてください。ね、動画もちょっと続くかもしれません。よろしくお願いします。じゃあ今回はこれぐらいでお疲れ様でした。